はい、こんにちは。リオハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。今回のテーマは、風邪を最短で治す方法のベスト3ですね、についてお伝えの方をしていきます。ではまず結論、風邪を治す方法で、もうこれしかないっていうのがありまして、それは何かというと、自分の免疫力っていうのを高めるってことですね。で、よくある間違いに、風邪っていうのは薬を飲んだら早く治ると思ってる場合があるんですけども、実は薬っていうのは風邪を治すものではないんですね。ではこれなぜかというと、実は風邪のウイルスっていうのは、要はそれに効くような薬っていうのはないんですね。なので風邪のウイルスが入った時に自分の免疫力で排除するってことをするしか治す方法っていうのはないんですね。じゃあなぜその薬ですね、薬を飲んだら効いた感じがするのかというと、実は薬っていうのは風邪のウイルスが入った時にそれを排除しようとする時に出てる症状を抑えてるだけなんですね。なので実は薬ってのは風邪を根本から解決してるわけではないんですね。なので風邪を最速で治す方法で一番有効なのは自分の免疫力を高める、これしかないんですね。なので今からその風邪を最速で治すための自己免疫力を高める方法のベスト3ですねっていうのをお伝えの方をしていきます。ではまず一つ目何かというと、代謝を上げることっていうのを優先するってことですね。で、人間ってこの代謝を上げることによって免疫力を高めて早く治すことができるんですね。ではその代謝を上げるために何をすべきなのかというと、実は消化器官とかあと筋肉とかに血を送るようなことをなるべく防ぐことなんですね。で、それで一番効果的なのがもう食べないことですね。あまり食べないと、あと動かないですね。で、これはなぜかというと、要は食べることによって消化するってことをせなダメなので、その消化するのに血を送ってしまうんですね。あと筋肉を使うことによって、筋肉を動かしたことによって筋肉に血が行かないダメになる。なのでそういったことをすると代謝が落ちて治りが遅くなるんですね。なので食べるにしてもなるべく消化のいいものを取る。で、水分をしっかりとっとくですね。で、なるべく動かず安静にも寝とくですね。もうこれが最速に治すまず一つ目の方法になります。で、次、免疫力を高める二つ目は何かというと、全身の血の巡りを良くするようなことをするですね。で、この全身の血流の良くし方は、一度押さえて筋肉を使ってしまうと筋肉に血が行ってしまう、そっちに血流が集中してしまうので、これは良くないんですね。ではどういった血流の良くし方がいいのかというと、もうなるべくもう布団しっかりかぶって、部屋をなるべくぬくくして体を休めるってことですね。あとなるべく先ほどお伝えしたような薬とかではなくて、葛根湯とか漢方を飲むってことですね。で、これ風邪の引き始めには葛根湯って、まあ、聞いたことあるかもしれないんですけども、この葛根湯って実は肩こりとかにも効果あるっていうふうに書かれてるんですね。で、これはなぜかというと、全身の血流を良くするからなんですね。なので、あったかくして体を休めるとか、あと、葛根湯などの漢方を飲んで、血流を良くすることによって、免疫力を高めることができます。で、これが二つ目の方法になります。でも最後、三つ目の方法は何かというと、もうしっかりと睡眠をとるってことですね。で、これは当たり前の話になるんですけども、やっぱり体力を使わず寝るっていうのが一番早い解決策になります。なので1と2ですね、1と2を実践して最終的にはしっかりとも睡眠をとるってことですね。この3つをしっかり実践することによって最短で風邪っていうのを治すことができますので、ぜひ今実践していただいて、辛い風邪の症状っていうのを早く解消していただければなと思います。ではこの動画が参考になったという方はグッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。